こんにちは。今日は森山市民ホールにて、森山市内の中学校に講演をさせていただくことになりました。まあ、森山市民ホールで講演会をやるっていうのはね、かねてからのすごい夢で、夢ノートにも書いていましたので、今日また一つ夢が叶うと。子どもたちにね、自分の今までの選手での経験であったりとか、本当にどうやって、挫折や辛いことを乗り越えてきたか、その辺のね話もさせていただければなと思ってます。緊張しますよ、そら。それイメージしてるんでね、昨日から。あ、緊張するやろうなって。そう。全然問題ないです。楽しむかどうか、それはもうワクワクする公演でしょ。ワクワクする。子供たちが可能性を自分を感じてもらって、そういうのが大事かな。皆さんこんにちは。村田和也と言います。よろしくお願いします。これ見てください。皆さんにこの間書いてもらいました。一人ずつここにいろんな夢書いてくれました。でもその中に夢がなかった人もたくさんいます。この中に夢なんて叶わない。僕には無理だと思う。私には無理だと思う。でもそうじゃない。今日僕がねここに来た意味は、君たちに夢を必ず叶えてもらいたい。そして君たちに自分に可能性があるっていうことをめちゃくちゃ感じてほしいんです。ああプロサッカー選手の人やって見た時に必ず思うんですよ、みんな。ああ村田さんって成功者やって。でも実際そうじゃない。挫折ばっかりっす。辛いことばっかり。その親父が中学校の時亡くなりました。これ大学中に3度の怪我、4年間の中で3回骨折してるんですよ。ここ怪我したから草津の病院に行ってたんですよ。そしたらそこで運命の出会いがあるんですよ。僕のが見てもらってて、次ガラッて入ってきた患者が今の奥さんなんですよ。今の奥さん、いや接骨院でお前ナンパしてるやんけと思ったでしょ今。そうじゃないんだよ。僕がガラッて入ってきた女性の人がいてね、将来僕はサッカー選手になりたいんで頑張りますって言ったら、その女の人が僕に惚れちゃったの。村田さんも、え、プロサッカー選手やったのに、え、こんな挫折経験あったんやって君たちに見せたかったの。いつかこの写真がみんなの希望になるやろうなって思ってたんです。辛い時でも一人で、泣きながらでも一人で練習してたの、この森山のグラウンドで8年前。そんな時があったの。俺もそれをみんなに知ってほしいんだよ。これからいっぱいあるよ、挫折経験。そんなん君たちに相当来るよ。苦しいこと、辛いこと、山ほど来るよ。僕もそうです。怪我もしたし、親父も亡くなったし。考えてみたらどう、これ。マイナスなことです。マイナスなことです。でもこれを僕はプラスやと思ってるんよ。これです。森山市民ホールで講演会するって書いてるんよ。5年前に。今日夢叶ってるんだよ、一つ。だからみんなにね、ぜひこれやってほしいんですよ、夢ノート。何でもいいから。だからどれだけイメージの大切さが大事かっていうのがこれで分かるんだよ、証明できるんだよ。だから君たちが今頭で思ってること、夢もそう、目標もそう。だから今みんなが中学生で書いてくれて、私なんて無理かもしれない、私なんてって思ってる人がいるけど、全くそうではない。可能性っていうのはもう全員にある。自分の思ってること必ず叶うよ。それをどうやって信じれるかどうか。君たちの10年後20年後がどうなってるかっていうところにしか興味がない。 OK、 必ずいけますよ。絶対にいけるよ。ここで俺なんて無理やとかあかんで、絶対あかんで。でもそうやってやっていったらいろんな挫折を起きるよ、辛いこと起きるよ。でもその時に人生はいい方向にしか進まへんわとか、ああこれチャンスやチャンスやって思えるかが大事。僕も頑張るんでね、どっちが夢叶えるか勝負しようよ。スタートライン
一緒です。 OK、 はい、ぜひね頑張ってください。今日はありがとうございました。すごい良かったです。イメって結構程遠いものだと思ってたんで、自分のことについてちょっと見直してみようかなって思いました。今日家帰ってノートがあったら書き始めてみようかなって思います。今まで努力してきたことを諦めずに夢に向かって頑張っていこうと思いました。挫折とかどうやって乗り越えていけばいいのかとかいろいろ分かったので良かったです。村田さんがやってたノートとか書いていきたいなと思いました。挫折とかもし悲しいとか悔しいことがあったとしても、そういう悲しみや苦しみを乗り越えてその先にある喜びをつかみ取りたいです。やっぱり自分の経験から話されていることですごく熱のこもったお話をたくさん聞けて、すごく心に響いたというか、特に出来事はね一つなんですけど、トライは二つあると、自分の考え方次第でマイナスも必ずプラスになるっていうのはすごく自分にも参考になったし、そんな考え方ができる生徒がねたくさん中学校からね羽ばたいていってもらえたらすごくいいなというふうに感じました。なかなかねこう自分の夢にね関してねこう自信持てないことがたくさんいますので、そういったこうね一人でもこう背中を押せたんじゃないかなっていうふうには思います。子どもたちにね、コロナ禍でこうやりたいこともできない学校生活の中で、何か夢とか希望とかそういったものが子どもたちが持ってもらえるような、そういう講演を終始、熱い、語り口調で、子どもたちに語ってくれたのがとても良かったかなというふうには思います。子どもたちが本当にこう何やろ目を見てね真剣に聞いてくれた姿を見ると、何かきっかけになるんじゃないかなっていうふうには思いますし、一人でもね自分の夢が叶うきっかけになったりとか、そういうふうなものになれば嬉しいなと思いますし、夢の大切さであったりとかっていうところを本当に僕も全面的に出していったので、やっぱり自分が情熱的に話せば必ず思いっていうのは伝わると思ってますので、一人でも多くの子どもたちがねここから夢を持って、その夢を叶えていく、そういうものになればいいかなと思います。